あら？今日はずっと外回りじゃなかったのかしら。何か用でも。それは？ああ、誕生日プレゼント。そう、ありがとう。私の好きなカフェのお菓子、覚えててくれたのね。でも、ここからじゃ遠いじゃない？わざわざ行ってくれたのね。嬉しい心遣いだわ。ところで、一つ聞いてもいいかしら。さっきおもむろに入ってきた葵が、祝福のダンスっぽいものを淡々と続けてるのだけど。そう、そこで。これもあなたの仕込みなのかしら。違う。そう。あなたも突っ込まないから相談済みなのかと思ったの。まあいいわ。二人ともありがとう。嬉しいわ。今日はリオさんの誕生日ですね。リオさんとはいろいろあったので、ちゃんとお祝いしてきます。今日はリオさんのお誕生日ですね。やっぱりスイーツが喜ばれるのかな。今日はリオさんの誕生日ですよ。いつも気苦労されているようなので、おすすめの本を差し上げようかと。リオさんの誕生日ですわよね。月人の顔としてきちんとお祝いを述べないとですわね。ああ、今日リオちゃんの誕生日だ。ネットでファンがすっごい盛り上がってる。リオちゃん、お誕生日なのに忙しそうでした。ファンへのメッセージとかあるみたいです。リオさんといえばパンケーキ。でも誕生日のプレゼントにはちょっと難しい。どうしよう。今日はリオさんのお誕生日ですよね。お姉ちゃんとお祝いに行こうかな。そういえば今日リオさんの誕生日ですね。ダンスの特訓してもらってるし、お祝いしよった。リオさんお誕生日か。今日くらいゆっくりできればって無理そうね。今日はリオさんの誕生日ですね。気軽にお祝いを言うのは星見プロに来てからが初めてかも。今日リオさんの誕生日なんよ。リオさんクラスともなればファンの贈り物とかすごそうやね。今日はリオさんのお誕生日ですね。お祝いに行ったんですけど、感謝もクールでかっこよかったです。1年分のスイーツをもらった気分よ。誕生日ってすごいのね。みんなには感謝してるわ。リオに誕生日ケーキを焼いてみたんだ。結構手間なんだけど、ま、お祝いだしね。リオさんへの誕生日プレゼントに悩みすぎて結局今日になってしまいました。どうしましょう。なんとリオさんの誕生日なんです。大丈夫なんでしょうか。何がとは言いませんが。もしもし？誕生日でもらったお菓子だけど、開けて驚きよ。あのお店の品は全部覚えてるけど、見覚えのないワッフルが入ってたじゃない。もしかしてこれ、新作？やっぱりね、私に断りもなく新作を出してるなんて、許しがたいわね。まあそれはいいわ。味の方だけど、期待にたがわず、いえ、期待以上の出来だったわ。大満足よ。定番メニューじゃなく新作を選ぶなんて、あなたやるじゃない。意外と冒険するタイプなのかしら。また差し入れでもお願いしたいわ。それだけどうしても電話で伝えたくて。
じゃあね。